A 陣内3枚目が重要な可能性。まあそうですね。そこら辺重要ですね。メロメロ闇鬼さん。なぎささんならメイレンの代わりに、何を入れますか？このデッキで言うと、メイレンいなかったら、もし持ってたら、あれかな、リンナとかどうですか？リンナ。あと、コルヌゲーラとかですかね。まあでもコルヌゲーラだとちょっと召喚多いか。メイルの代わりってやっぱパーラになっちゃうね。パーラ入れたらテュポーンを抜く感じですかね。でも今日の補正だとちょっと極限抜きたくないもんな。パーラの代わり。まあ、リンナが一番いいっすかね。この僕の S ゴマの代わりで言うと。さあ、相手速攻竜ですが、X 打ちしてこないのか。じゃあ自分から行きます。ボットさんこんばんは。今使ってる火炎デッキに音楽クリサラ、持ってたとしたら誰と交換しますか？ハイサラマンダーか、フレイムヘリオンっすかね。お、そう来るか。さすがに音楽クリサラゲットしたらフレイムヘリオン大好きですけど、そろそろ抜いちゃうかなっていう感じですかね。いやー、殴ってきたか。まあ、殴った方が早いか。どうする？まあ、こっち行くしかねえか。ルナッチさん、実際1試合、2枚くらいしか打てないし。なるほど。確かにそうっすよね。さすがにディードリーで3枚人類キャラクター打てないんで。両毛はきついよ。さすがに両毛パイセンきつすぎない？グルハか。いやー、E の4に置いたら燃やせるけどな。さすがにこれは、でも取っても未来ないんだよな。取っても未来ないっすよね。その場合はどうするかと申しますと、まあ、渋々行くしかないよな。最低でも通常のアベル欲しかったっすね。極限入れたかったな。これ3枚返しの、竜フェリーでアウトかな。モンスター、あ、そうですね。ひな祭りアリバも全然いいっすね。で、ジャバスタさんは、お、なるほど。20銭で火炎、70%っすか？だいぶ勝ってますね、それ。70% 相当っすよ。いや、引きもちょっと微妙か。まあ、でも相手も別に S ゴマ引いてるわけじゃないもんな。全然、あれか。そろそろリョモを取らないとやばくない？まあ、でも死の子も言ってらんないんで、こういきますか。燃やせはしますが、ただ耐えきれる HP ではなさそうなんで、火炎デグスか。なるほど。それもありっすね。ちょっと火炎デッキからちょっと枠外れちゃうかもしれないですけど。まだ 1.3 倍のバフかかってるからな。しかも相手まだ S ゴマ使ってないんで、こっから来る可能性ありますもんね。おっと、さあ、クロリスの火力でも、このエグサ、燃えていきますが、さすがに全体火炎来ても、これは厳しいか。さあ、一応メイレンだけ来ましたけど、ワンチャンすぎるか、これ。まあでも行くしかないんで行くか。さあ、ちょっとバフ与えてからの、さすがに厳しいか。これを飛ばしていく。これをしっかりと飛ばせるのがフレイムヘリオンの力。